そう、さっきね、インターネット繋がらなかったんですよ、俺。で、ネットに繋がらなくて、Wi-Fi のルーターとか、電源とかをなんか一回抜いたりとかしてやってたんだけど、その時にね、俺、ルーターのコンセントがソファーの裏側にあって、で、俺ソファーの裏側に手を伸ばしたのよ。そしたら、なんかソファー、ちょっと見てほしいんだけど、これなんだと思う？ソファーの裏側に。これ濡れてたんだよな。これわかる？ちょっと。よくわかんないよね。これ濡れてんのわかる？ソファーの裏側。なんか白い玉みたいなやつに濡れてんのよ。で、俺これね、なんだろうって思って水漏れしてんのかなって思ったの。触ったの。めちゃくちゃベタベタだった。 いや、多分、飴かなんかかな。飴かなんかがおそらく、ソファーの裏側にずっとあって溶けて、半塊というか。いや、投げたっけ？でも俺節分の時豆は投げてるから、時々豆とか出てくるんだけど、飴とか投げたっけ俺。これ飴だった。だから今度飴取る配信するわ。ポップコーンではないでしょ。だからこれ確実に飴だと思うんだよね。で、めちゃくちゃベタベタしてたよ。これ取るの大変そうやなと思って。まあ、でも溶かしたら、シュルンって溶けるんだろうけど。そうかもしれない！メントスコーラかもしれないわ。え、あれ何年前？メントスコーラ。うわぁ、そうだ、メントスだわ。怖っ。あそこ、後ろソファーあると思うんですけど、ソファーのね、裏側をね、この前見たんですよ。で、見た時に気づいたことがあって、なんか水滴があったの。ベタベタのベタリンチョ。おそらくこれ、飴かなんかかなって思ったんだけど、多分、メントス。多分、メントス。そう、メントスコーラの時のメントス。なので、まあ、とりあえず床をですね、掃除しようかなと思いやす。何が編んであるのか。ですね。なるほど、ソファーの裏が、え、あんなピコピコハンマーあったっけ？もう。めちゃくちゃベタベタなの。向こうにもあるんですよね。そう、ここにもありまして、現場は2箇所です。とりあえず、まあ、床を掃除しながら。なんか卵みたいなのある。あ、これポップコーンか。これを掃除して、すぐ溶けるの。ほら、わかる？なんか溶けてるの。うわ、これメントスだよな、絶対。ほぼほぼ。お湯を今からちょっとかけていきたいなと思います。え、めちゃくちゃ甘い匂いするんだけど。これ絶対メントスだよ。熱湯に浸したタオルをしばらく置いたら、なんで君はさ、その俺の知能より上を行くの？熱っ、熱っ、熱っ、熱いけど。なるほど。ちら。う、結構、ちょっと待って、結構変わってきた。結構さっきより全然変わったよね。おぉ、おぉ、ありがとうございます。ではないんですよ。続きまして。2軒目がこちら。あ、でも結構取れた感あるな。あ、メントスの匂いする。キラキラ、取れた。あ、桜見に行く。うわ、ちょっとエモいかもしんない。あ、ちょっとエモいかも。天国感あるな、これ。どうも、天国から来ました。天使です。よろしくお願いします。天国から来ました天使です。あ、危ない。天使の顔が見られるところだった。どうもこんにちは。天使です。ジャパニーズは桜が好きって聞いたことあるからね。僕のお姉ちゃんも小学生の頃桜読んでたよ。お前それカードキャプター桜やないかい。いやいい。あ、ここ結構桜に近づけます。お花見してきましたつってインスタに写真上げてる女、大体これ。お花見してきました、今日イルミネーション見に来ました、今日観光してきました。え、めちゃくちゃ光るやんこれ。あー、これはいい反射板使ってるわ、ここの道。あ、え、これ棒全体が光ってる。棒が光ってる。これ点々石を使ってるわ。天国の石、俺のふるさとによくあった石だわ。点々棒使ってるわ。あ、これ点々棒じゃないです。これこっちが点々棒。これがね、点々棒です。皆さんよく、これがね、この世界の棒です。これ棒ね、この世界の人間界の棒。これが点々棒。分かるでしょ、あからさまでしょ、これ点々棒。そう、こっちがね、人類の点々棒じゃ、人類棒なんですよ。うん、これこっちはね、人類棒ですよ。こっち点々棒だから、これも点々棒。うん、
藤井聡太、1ヶ月休みがあったら何をしたいですか？将棋をやりたいです。これは本当にね、素敵。中村智也って三浦アナ好きだったんだね。春風のような人です。言ってたね、懐かしい。なんだっけ、昨日だっけ言ってたよね、春風のような人ですみたいな。正午か12時にちょうどきっちり予約で、なんかツイートなんかやってたのかな。レイジンご報告があります。あれね、かわいそうだった。中村智也のご報告がありますのリプラン、え、何、もしかして結婚、恋人ができたの、うわー、なんとか、やだーって言って結婚しましたって、次のツイートで死にたい、ご飯食べられないみたいな。かわいそうだった。あのね、一瞬にしてね、ただもうそのツイートリプ飛ばしてる時にもう結婚報告が出てたので、ポチって押してすぐパって来て見た時に、多分高低差すごかったと思う。マジで本当に食べてるところが好き、うわー、養いたくなっちゃうんだろうね。そう考える、あ、中村智也って結構いいやつかもしんないな。俺ね、イケメンあんま、基本的にイケメン好きじゃないんですよ。イケメンだからたくさん食べて太ってほしい。まあでももうさ、中村智也と結婚できるってなったらもういいよね。みんな気づいてるかどうかわからないんだけど、多分気づいてないと思うかもしんないんだけど、俺ね、今日外見気にしてね、ワックスをつけてるんですよ。気づいてた？みんな、ワックスつけてることを。俺ちょっとかっこつけてんだよ、今日。だからなんか変なの。違うよ。最近ちょっと髪の毛が伸びてきたから、ワックスをつけてボリュームをやって、こうグッて上げようとしてるんだよ。寝癖じゃない、ワックスだよ、ちゃんと。しっかりとワックス。くじゅ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 ポー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 ってやったんだよ。寝癖じゃないよ、これ。完全にワックスでカッコつけてんだよ。いつもより変じゃないよ。俺最近ね、ゾゾタウンを久々に開いたのよ。で、俺絶対これ検索してないんだけど、誰か俺のゾゾタウン入った？最近チェックしたアイテムってやつで、こんなの見てないのよ。これ、めちゃくちゃ気持ち悪い。右は記憶あるよ。右とか、ここら辺見た記憶あるよ。俺この本当にセンスのないやつとか見たことあるよ。これやめて、誰か。俺マジでない、これ 100%。 あれさ、なんか日本優勝してさ、号外だっけ、号外に群がる人みたいなの見たんだけど、なんであの号外欲しがるんだろう。えぐないこれ、号外日本優勝みたいな新聞、ぐっちゃぐちゃ。これやばくない？こんな欲しい？メルカリ、あ、メルカリに売るのか。世界一、これ自分で作ればいいや、号外。これとかさ、この真ん中のやつって絶対なんかさ、元のやつコピーしたやつじゃん、絶対。2199円で売れてんの。あれ取っただけで2199円。時給いくらなんだろう。うわ、めちゃくちゃいいやん。いらない。いや、でも、ま、野球ファンからしたら一生の宝物みたいな感じになるんじゃない？家宝というか。このバイトはしたくねえ。めちゃくちゃ怖いよね。みんながさ、自分の持っている紙に群がっていくんでしょ？ 200 人ぐらいでしょ、さっき。クソ怖いやん。令和に決まった時もすごかった。令和の号外ってどんなやつだっけ？あれ、菅ちゃんが、次の原稿は、令和です、みたいな。号外。令和の号外。変わらないな。変わりません。やっぱ号外はすごい。号外。号外に殺到。1万円で販売も。2019年4月1日。え、2019年の4月1日だっけ？新元号、号外。羽生結弦もやってるやん。これなんかあれなのかな？その、新聞社の前で待機するのかな？みんな。R1 あったね！懐かしい！なんかさ、R1 を持ってさ、R1 って令和じゃん。R1 を持って、なんだっけな、なんか、昭和駅だっけ、明治駅だっけ、なんかあったよね。なんか、なんだっけな、なんかね、R1 持って、R1、その、令和、平成、昭和、明治を、一個にまとめた写真撮ってた人いたんだよね。あったよね、そういう写真。令和、R1。
なんだっけ、これか、これか、これなのか。 R1 を持って対象駅に行ってんのか。あれ、なんかもっとなんかあった気すんな。